スワローズファンの皆さん、こんばんは。本日もスワローズの話題について見ていきましょう。本日の動画は3月19日に行われたファイターズとのオープン戦を振り返ろうと思います。当チャンネルは今シーズンで登録者1万人を目指すスワローズファンが集まるチャンネルです。スワローズファンが楽しめるように試合の感想や戦力分析などの動画をアップしています。またリアルタイムでのライブ配信やリアルイベントなどスワローズファンの方々と交流していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編を見ていきましょう。1. 試合の振り返り。試合結果としては4対0と敗戦してしまいました。この取られた4点は先発の小澤がタイムリーと本塁打を浴び、試合の序盤に点を取られてしまいました。まずはこの序盤に失点するのをなんとか防いでほしいところではないでしょうか。打線が好調でないチーム状況で追いかける展開では不利なゲーム展開になってしまうので、なんとかしてほしいところ。怪我人も多く選手がいないという地獄みたいな状況ですが、これが開幕前で良かったと思うしかないですね。シーズン中に今よりひどくならないようにコンディション管理をお願いしたいと思います。今回の試合時間では2時間と少しとスピーディーな試合となりました。嬉しい情報としては怪我人の復帰がありました。まずは投手陣から見ていきましょう。2. 投手陣まとめ。まずは先発した小澤、5イニングを投げ被安打5、奪三振3つ、フォアボールは0、4失点という結果となりました。球数は72球とまずまずでしたが、タイムリーに加えてホームランを2本もらってしまいました。まっすぐはいいように見えましたが、コントロールがアバウトになってしまい長打を浴びる結果となりました。球速も140キロ前後で、ややいつもより出力が出ていないように感じました。先週の登板が雨で流れてしまったことも関係あるかもしれませんが、間隔が空いてしまってる影響だと思いたいですね。本日のキャッチャーは中村ではなく松本であり、またしても松本の時に失点する形となり、モヤモヤする気持ちは残りました。小澤の投げているボールが甘かったのは事実ですが、リードや配球について中村以外のキャッチャーのレベルアップは必須です。内山、古賀がいないのが今後不安ではありますが、どうにか中村メインで乗り切ってほしいと思います。2番手は星、1イニングを投げ被安打1、フォアボール1つ、無失点という内容でした。まっすぐの速さは変わらず維持できていますが、コントロールはやや荒れていました。フォークなどの落ち球に関しては低く投げれてはいましたが、松本が取りこぼす場面が多く目立ちました。安定感でいうとまだ昨年の春先ほどではないため、試合の序盤での登板が見込まれます。1イニングだけでなく2イニング目も投げる登板もあるかと思うので、ボールのコントロールを落ち着かせてほしいと思います。3番手は田口、1イニングを投げ被安打0、フォアボール0、無失点という内容でした。沖縄キャンプ以来の1軍登板となりました。投球内容でいうとまだまだ昨年のような投球とはいかず、調整不足は否めない印象でした。まっすぐや変化球のコントロールという部分に関して言えば低く投げれていましたが、まだ空振りが取れるほどではないかと思いました。またまっすぐの球速に関しても140キロ出ているかどうかの速度でした。これから状態が上がってはいくと思いますが、このまま来週の開幕から抑えを任せて大丈夫なのか気になるところです。今回の投球を見て首脳陣がどう判断するのでしょうか。皆さんから見た田口の投球はどう映りましたか。必ずシーズンを通して必要な投手ですので、もっと状態を上げていってほしいと思います。4番手は宮川、5番手は今野。宮川は1イニングを投げ被安打、フォアボール0、奪三振1つ、無失点という内容でした。内容としてはパワーピッチングらしい投球でした。今野は1イニングを投げ被安打、フォアボール0、奪三振2つという内容でした。前回よりまっすぐの質は良かったと思いますし、空振りが取れていました。宮川もそうですが、
昨年いなかった投手が加わることで疲労も分散できますし、シーズンを通して戦力になってほしい2人ですね。投手陣の総括としては、試合後の監督のコメントを見てみると、小澤に対して何をどうしたかったのかわからないと厳しいコメントを残していました。変化球でカウントが取れず、まっすぐ1本の組み立てとなってしまったことに対してのコメントでした。これは投手の責任も一つだと思いますが、やはり捕手の責任もあると個人的には思います。変化球が決まらなかったのを修正できるように、ゲームの序盤からもっと変化球投げさせればよかったんじゃないかと思ってしまいます。素人意見ではありますが、投手陣が弱いと言われる原因は、少なからず捕手の原因もあるかと思いますので、チームを通して改善していってほしいと思います。3. 野手陣まとめ。チーム全体として4安打無得点という結果でした。日ハムへ移籍した山崎幸也に対して6回まで1安打とチャンスを作れませんでした。青木が2安打と頑張りを見せてくれましたが、7回にあった1つのチャンスくらいしか得点につなげられる場面はありませんでした。こうなってしまうと本当にどうしようもなく打てる策もありません。ただ復帰明けの選手が多く、塩見や並木、北村匠海が実戦復帰、川端が一軍へ合流しました。塩見に関しては打席に入ったのみで、守備や走塁は交代したので見れませんでしたが、一塁への走塁は全力疾走ではなかったように見えました。打順に関しても本当にどうにかならないのか心配ですが、なんとかここの選手が状態を上げていくしか方法はないので、なんとかしてほしいですね。4総括。相変わらずな打線とリリーフ陣を見ていつも通りですが、開幕まで残り4試合のオープン戦を残すのみとなりました。現状故障明けはあるにしてもフルメンバーだと思います。塩見や田口が状態を上げていくことがまずはシーズン序盤のキーだと思います。内山や奥川らの復活もキーですが、未知数すぎるので気長に待ちましょう。先発ローテーションに関して報道では石川が開幕ローテーションで登板する予想が出ていましたね。明日水曜日のゲームには高橋奎二が登板予定です。明日はしっかりタイムリーを打ち勝利してほしいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。